撮ってます。知っとるよ。撮ってます僕は。知ってるよ。今日はもう撮ろうって言って撮るようやから。いや撮ってます。知っとるね。はい、ということでね、ちょっとそう、その子が気になるんですよ。そうよね。はい、でも今日ははいはいはい髪切りました。切りましたね。はい、でも色男になりたくて。色男ちょっとなんかもう27なるやん、1ヶ月後に。そうやな、27ってよっぽどじゃない。まあ結構やない、ね、27って結構やな。やけんなんかちょっと黒髪にしてみたりとか、うんうんうん、前髪をちょっと伸ばそうかなと。秀明が前髪作ったやんか。ああそうね。逆行して俺はちょっと伸ばそう、この辺ぐらいまで伸ばそうかなと。はい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 、はい、っていうだけの報告です。ということで、このプロジェクトリアルで、もうビビるほど来てます。たくさんたくさん来てますか？やばいやばい、数えれん。ありがたいね。もう、ほら。おおおおおおお。すごいぐらい来てて、ちょっと何個かね、こう、今こうやって、まあ、ちょっと見ちゃったんですけど、我慢できずに。ああ、まあまあまあ、それはそうでしょ。うん、ちょっと見ちゃったんですけど、はいはいはい。まあ、こう、ほぼ、まあ、チラ見ぐらいなんですね。うん、うん。だから、ちょっとどんくらい来ようかな、みたいな。で、2個ぐらいちょっと読んじゃったんですけど、はいはいはい。まあ、今から、こう、めちゃくちゃ読んで、うん。もういっぱい読んで。そうね、読み込んで。はい。で、それをね、ちょっとこう、何個か、なんか、わからんけど、これちゃんと読んでないからさ、うん、2個ぐらいしか。そうだね。これを読んで、こう、どういう感情になるのかっていうところをこの今リアルに、うんうんうん、なんか届ければいいかなと思って、ちょっと長くなるかもしれないですけど、はいはい、何個か読みながら、で、またちゃんと自分でバーって読んで、うん、何個か目についたのを読んで、うんうん、で、改めてちゃんと全部バーって読んで、曲を書こうかなと思ってます。はいはいはい。で、今日この後ね、打ち合わせが僕らあるので、うん、打ち合わせ終わって帰ってきた後、制作に入ろうかなと思うんですけど、うんうんうん、まずね、これ、はいはいはい、男の子から、ほう、ですね、うんうん、初めて見たとき、その時の悩みが浄化されるようで心地よくて、声も歌詞も全部好きで男でも押します。これは嬉しいな。嬉しいね。これは嬉しい。ありがとう。名前はちょっと言わない方がいいのかわかんないけど。そうだね。まあ、男やけん言っちゃない？うんうんうん。ゆうすけ。これ言ってんから、いいか。まあまあまあ。ゆうすけありがとうね。うん、まだ会ったことないかなと。なんか本当にいっぱい来てて、何事に対してもの意味を教えてくれたのがかいきくん。これでもね、本当になんか、嬉しくて、うん、その一つの物事に対しての意味って人それぞれ違うじゃん。うんうんうん、だから、例えば、この今クーラーをつける意味。はいはいはい。とか、このメッセージを送る意味とか、うん、俺にとって音楽してる意味とか、秀明を中身にした意味とか、うん、そのいろんな物事、まあ、それが例えば、じゃあ、今水を飲む意味。っていう、うん、一概に水を飲むっていうことも喉乾いただけじゃなくて、例えば健康面でとかさ、うん、その人にとっての意味っていうのが多分たくさんいろんなものに対していろんな方向からあると思うんですけど、はいはいはい、それ俺は結構表現したくて、音楽で、うんうんうん。こう、意味として意味を見出せなくなった時に、この自分の音楽で少しでも意味を見つけられるような、うん、だから、まあ、ずっと言ってるような物事のもう一個奥を見れるような、うん、なんか音楽を作りたいと思ってるから、こそ、これはちょっと嬉しい。はい、個人的には。とかね。まあ、コメント欄でくれた方とか、それこそ、なんか写真を送れるみたいなの、これ。あ、写真送れるね、俺も見た。だけど、なんか写真でね、送ってくれてる人とかもいて、長文とかで。あ、そっかそっか、文字制限があるからね。そうそう。苦しい時に見捨てずにいてくれてありがとうとか。うんうんうん。福岡に来てください。もう、願望。私欲や。福岡行くよ。8月の6にね。行きますからね。うん。とかね、生きててもいいのかなって思わせてくれたから、今ここにいることができてる。うん。嬉しいよね。
このすごい長文、画像の長文読んでみようか。歩みに出会ってから今日まで何度も救われて、今でもこのまま遠くの街に行けたらなぁとか考えてしまう。だけど、カイキさんがいて、カイキさんの音楽がそばにいてくれる。だから頑張ろうって毎日思えています。カイキさんに出会えてから自分みたいに消えたいって思ってる人に勇気や元気をあげられる人になりたいと思うようになりました。アーティストとスタッフ、形は違えど、音楽でたくさんの人を幸せにして、笑顔にできるようにしたいって思ってます。これから、いつも幸せと勇気をありがとうございます。これからも大好きです。スタッフをしてるのかな音楽も。かな裏方をしてるのかな、うんうんうん、いつかね、どこかで一緒に仕事できるというね。確かに。うん。なるほどね。マジで愛に溢れてますね。うん、そうね。まあ、直接言えって感じですけど。面と向かって言ってこいと。はい。本当に。ちょっとやめとこう、そろそろ。うん、危ないと思ってるよ、俺。うん。でもあれやね、こう、いろんな角度からのいろんな愛を伝えてくれてますね、うん、それぞれの。そうね。うん。なんか本当に、なんか、多分本当に100件多分超えてるんですよ。うん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 。ちょっとか、あの、何個って出ないんでわからないんですけど。うんうんうん。とんでもない量来てて。はいはい。たくさん送ってくれてるんですけど。まあなんか、うん。なんやろうなぁ、なんか、どういう曲を書きたいっていうのはちょっと、なんだろう。まあ、この今までの、プロジェクトリアルとはちょっと違うかなと思ってて、うん、話を聞いてそのことについて書くっていうよりかは、このメッセージをたくさんもらって、このメッセージをくれた大切な怪奇族っていう人たちに向けてこう伝えたいことを書くというか、うん、まあ今のこの等身大で怪奇っていう今の怪奇が伝えたいものを書くっていうことになるわけじゃんか、うん、じゃあ歩みを出した3年前っていうあの時から今の怪奇になって、どんな風に、じゃあの3年前の怪奇と今の怪奇で、きっと成長しとかないといけないし、うん、あの歩みっていう曲を知って、怪奇を知ってくれた人ってたくさんいると思うし、今こう見てくれてる人の中にも、きっと多分歩みを大好きな人たちばっかやんか。うん、他の曲が好きでも歩みは多分大好きな人たちが多いと思うし。そこから今の今日怪奇っていうあの時歌ってた歩みと今歌う歩みっていうのは俺の中ではなんか歌う時の気持ちは違くて、うんうん、あの時はなんか一緒に歩いてくれませんかっていう気持ちで歌ってたんですけど、はいはいはい、今はどちらかというと一緒に歩いてくれてありがとうっていう方が大きくて、うん、なんか怪奇を知らない人に向けて歌ってた歩みが怪奇を知ってる人、怪奇に愛をくれる人に対して歌う楽曲になったっていうのが一番のなんか心境の変化で、うん、だからこそじゃあ今俺はあなたを救ったあの日、あなたが怪奇に出会って怪奇を好きだと思えたり、あなたの何かが少しでも変えられたあの日、うん、あの出会った日みたいなと同じような感情に今僕は音楽を持ってできてるのかなっていうちょっとした不安があったりとか、うん、だけどそうじゃなかったとしてもできてなかったとしても今の怪奇にしかできないことっていうのがきっとあるし、今の応援してくれてる怪奇族だからこそ、俺と怪奇族っていう関係値だからこそ伝えられるものとか届くものとかなんか音を通して見えるものっていうものがなんかある気がしてて、だからなんだろう、ちょっと今思いついたんですけど、はいはいはい、タイトル決めちゃいます。ほう、オーロラ。ほう、今ポケーンとちょっと思いついただけなんですけど、はいはいはい、オーロラっていう曲を書こうかな。うんうんうん。それがなんで今なんかポッと思いついたかっていうのはわかんないんですけど、でもなんかオーロラってすごくない？
神秘的なものやからね。うん、なんかさ、いろんなものが、なんていうの、例えば、ちょっと調べていいオーロラ。うん。ちょっとこの知識がさ、ちょっと違かったらさ、うん。あれやけどさ。そうだね。うん。オーロラ。確かいろんな条件が重なり合わないと。いや、そうそうそう、そういうことをね。できないはずだよね。したいんですけど。電気を持った粒が太陽から飛んでくると、地球の N 極や S 極に引き寄せられます。電気を持った粒と空気の粒が当たって、白や赤、緑の光を出します。意味がわかりません。まあ、意味はわからんけど、きっとさ、なんだろう、交わることのないというか、うん、この、普通に今ここにオーロラは出るわけないわけやん、このオレンジに、うんうん。そうね。この空気の、中にいろんなものがあって、それが多分、俺の人生だとして、俺の人生の中にいろんな悩みとか、頑張ってることとか、みんなには見えない。今この空気を見て、空気の中の成分とかわからんやん。この電気の粒とか見えんやん。うん、だけど、そういう悩みとか、みんなが見えない俺の悩み、頑張りとか、いろんな日々の生活があって、いろんな過去があって、で、きっとみんなにも、そうやって、俺には見えない、人には見えない、みんなそれぞれの悩みとか、日々とか、回帰と歩いてきた思い出とか、うん、いろんな思いがあって、みんなそれぞれ違って、だけどそんな違う人たちが集まって回帰族になってて、うん、その違う人たちが集まって回帰族がいるから回帰っていうアーティストに存在意義が生まれてて、初めて回帰ってアーティストがステージの上で歌を歌えてる。うん、それがオーロラというか、いろんなものが重なって、初めて、俺も含めね、怪奇っていうアーティストじゃなく、怪奇という人間として、こうやって、今、一人のアーティストじゃない、怪奇くんがいて、うん、みんながいて、いろんな違うものが重なって、初めて俺が怪奇っていうオーロラを映せるんだなっていう、ステージで、怪奇っていうアーティストを描けてるんだなっていうもの。みんながいなかったらきっと輝けてない、じゃんか。うん、間違いなくさ、お客さんが一番の演出だと僕は思ってるんですよ。うんうん、なんかこう言い方ちょっと悪いですけど、どんだけ照明を凝ったって、どんだけステージを組んだって、たとえドームでやったって、お客さんが0人だとしたら、それはいいライブとは僕は言えないし、逆にドームじゃなかったとして、照明が何もなかったとしても、お客さんが満帆だったり、お客さんがいてくれるっていうことが、僕は一番の演出だと思ってて、一番素敵なことなんじゃないっていう、一番、大切なことなんじゃないかっていう。そうやって初めてアーティストは輝くからこそ、うん、そうやって初めていろんなものが重なって、オーロラみたいに綺麗に輝けるんじゃないかなっていう。なんかそういうのが勝手に、意味は知らなかったですけど、はいはいはい、なんか、オーロラっていう曲を書こうと思います。なるほど、オーロラ。うん。だからなんか、怪奇っていうアーティストから、怪奇くん含め、怪奇族だったり、っていうところに、書きたい。いろんなものが混ざり合って、俺を作ってくれてありがとうっていうものを書きたい。うん。うん。この怪奇くんが歌手を目指さなかったら、怪奇という、俺はありえなかったわけだし、うん。生まれなかったわけだし、この怪奇ってやつが歌手を目指してあなたと出会わなかったら、この怪奇っていうアーティストは生まれなかったわけだし、輝かなかったわけだし、うん。なんかそういうことを書きたいなと思います。なるほど、なるほど。うん。じゃあまあ改めて、ゆっくり、さっきのね、みんなからもらった愛を改めて全部読んで、うん、で曲に綴ると。うん。はい。はい。本当に改めまして、たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。きっと曲作るとき泣いとるんやろな。うん。でしょうね。まあそれもリアルですね。そうやね。うん。泣きながら作った楽曲。うん、になるかもしれませんからね。そうね。うん。まあ、多分次のプロジェクトリアルはサビだけ聴かせるとか、そうだね。流れで言うとね。うん。何かしらの進展を。うん。楽曲制作の方に、そうやな。進んでると思うので、うん、ぜひ楽しみにしててください。はい。はい。よろしくお願いします。それでは新曲、オーロラ、お楽しみにということで。バイバーイ。バイバーイ。長っ。